まずこうかな。いや、バンテージも。いや、バンテージ。これでまだ2戦も行ってない。じゃあ、ここですね。で、このエリアは、こっちは今、ララのおかげで安全になったけど、こっちはまだ、多分敵に襲われるんで。進め、さもなくば叫ぶぞ。なぜそんなに怒るのですか？私が何か悪いことをしたのですか？お前は冷酷な殺人者だ。俺たちの保護者を殺したんだ。保護者とは、お前と話すことはない。まだ、疑いは晴れてないですね。修理を依頼する。修理素材があれば修理もしてもらえると。水飲んで、空き瓶がない。アイテム漁りながら。両親の呵責からあなたと交換したい。しかし泥棒や人殺しとは誰も交換しない。物々交換は信頼の問題である。私は泥棒でも殺人者でもない。やめてよ。いや、一応人殺しちゃうかな。両親と何の関係があるのですか？物々交換は神聖な伝統。物が目的ではない。お互いの信頼のやりとりってことかな。神聖なものではない。ただ古いだけだ。古いやりとりだ、だけだ。あなたは変です。誰かを信頼すると幸運になる。いいことが起こる。なるほど。止血隊。ああ、ちょっと物を売りすぎたかな。ここは、何の店でもない。子供たち。人殺しが通りを歩いている。人間かシャブナックか知らないが、子供たちも外にいる。何を言っても家でじっとしてくれない。子供たちが勝手に外に出ると。なぜ外出禁止にしない？すべてはあの塔から始まった。もうどうすることもできない。子供は好き勝手する。何も言ってやれないんだ。タワーとはどんな関係がある？あの塔から始まった。説明しにくいんだが、タワーは我々を押し潰す。言葉で対抗しようとすると、見えない刃が生体を切り裂くような感じで、子供たちが、なんだ、悪評の川を渡るように追いかけても無駄だ。誰が作ったのか、そのタワーは。カインズはもちろん、地獄の豪華に見舞われた。他に誰がいる？サブロフだけでこの街を支配していれば、こんなにいいところはないのだが。子供のことは心配するな。俺たちより賢い。で、
左に薬局。お、カブトムシ。もう大丈夫？襲われないかな。大丈夫？ちょっと怖いね。トレードができる。あー、メス売ってる。いいメス。どうしよう。買っちゃおうか。古いのとかこの辺売って。痛い、ちょっと高いけど、いいメスにしよう。この辺は大丈夫かな？まだ襲われないね。これ、あなたのお金ですか？財布落としたようです。いや。もちろん、いや、これ嘘になるな。これ、ある種の人格テストですか？お金を貯めておいてください。また、まだ必要でしょう。うん。今日は商売の日ではない。街の外の不審者は禁じられている。しかし、盗品を扱う店が倉庫の中にあり、評判を気にせずいろいろと取引をしている。名誉を回復したところでまた、窃盗や強盗で破滅を求めるのか、そんなことは良くない。しかしトレードは信頼してください。ありがとう。 お金ももらいましたね。盗品を扱っている場所はここだ。あのバッドグリーフの近くのお店ですね。ここはだから評判が悪くても、どんな評判でもできるってことかな。やばい。どんどん時間が、バネ。
この先から、多分危険ゾーンだと思うんだよね。これ C、これを押すと、この今しゃがむとかないけど、確かこれステルスになるんで、この家だから、こちらから回っていこうか。子供たちがいるね。あ、やばい、普通の人もいる。あれ、襲っ、大丈夫かな。この家だ。うん。ここにバッドグリーフの部下がやられたって言ってましたね。血の跡が。針で開けて、いいですね。でね、ロックピークあれば開けられるんだけど、まずこっちかな。この人だ。あなたは、うん、医者です。腹部に刺さったナイフで大量の血が流れた。水はあるか。酒はある。酒を飲ませるのを忘れるな。まず痛みを消さないと。酒で。こいつは痙攣しやすい。アルコールは痛みを軽減する効果はないんだよ、バカ。ナイフで取ろうとしたがダメだった。特殊なナイフが必要。メス。うん。俺はメスを持っている。俺たちは神の仕事をしている。ブラフを殺したのは誰だ？シャブナック。シャブナックだ。だから追跡した。すると草原にいた連中が騒ぎ出して、彼女はシャブナックじゃない、と言い出した。そして彼らはナイフを取り出した。二人に十人だ。生きている女性を殺したのか。この人たちが生きている女性、草原の女を殺したから、この二人が。だから草原の人十人に襲われたんだね。ブラフの仇を討った。うん、そんな目で見るの早く言っても、いや、そんなことしたらまあそれを襲われるわな。胃の中のフィオナもこれ言われましたね。バッドグリーフに。子分たちはシャブナックを探していた。まあ、悪いことし、やりますか。手術開始します。いいって言ってましたね。血を抜く。だから殺すことも確かできるんですよ。この人を。でも、うん。メス。ロックピックが入ってますね。手術完了。この破片は何だ？これは地元の伝統でナイフは持っていない。切るためではない。そう。あのね、なんか、ナイフを使っていいのは、その医者とか、なんか特定の人しか使えないんじゃなかったかな。なんかこの風習というか。
習慣を守るため、ロックピック。フーシュは知っている。大丈夫かな、とりあえず。ナイフは抜いた。これですね、入ったブラッディロックピック。明らかに不自然に腹の中に入っていた。どうしよう、この辺。見てみろ、ブラーフ。この廃屋を。それはどうした？生き残るために必要なものは確保できたか？いや、できてない。あの二人の真似をしろとは言わないが、時代は切迫している。君にとって必要なものは、このような空き家に潜んでいるかもしれない。そしてもし、持ち主が突然帰ってきたとしても、あなたは、ここで最初の犯罪者でも、最後の犯罪者でもない。あの二人に罪を着せようということですね。その通り。あなたの命がかかっているのですから。物事は物事に過ぎず、その時その時で返せばいいのです。あなたは、ここでは医者です。ブラフ。確かに。そうですね。悪いことをしても、私は医者だから。それで恩を返しましょう。なるほど。確かに。どうしてもというなら、人の家に行けば必要なものは揃う。あとは鍵を開けて、両親を閉ざすことだ。いいね。よし、じゃあ。生きるためにはね。右はすぐ行く。左奥の方よ。左クリック。右クリック。で、赤い場所に。これは結構大変なんですよ。アイテムは、いいですね。あと、これは使いたくないんだよね。返さないといけないから。で、あんまりもたもたしてると時間も経っちゃうから。あー、手が痛い。手が疲れる。おー、素晴らしい。あされあされ。わい、時間が。人が帰ってくる前に、帰ってきてもあいつらに押し付けよう。2階。泥棒、プロは奥から調べる。アイテムいっぱいになってきたな。これいっぱい小物があるから、そこらへん、そこの子供たちに売って評判あげよう。うわー、遠い。うわ、タン。うわ、待て。どうやっ。うわ、入らないな。どうしよう。
これちょっと後で。ロックピック多分1個もうすぐ壊れるから。ハリーいなくなるかな？あー、しんど。よし。トースト。これ、待てよ。上あるか、トースト食べて、で、このロックピックは捨てよう。よし、これで。これでさっきのターン。まずいいか。よし、これで。まあ、閉められた。ちょ、子供たちに信用が低いでしょう。2ポイント。7。フィンガーネル1個買って、1ポイント多く。で、評判ちょっと上げて。4ポイント。何買えよう。モルヒネ。よし、これで。全然上がらないね。ちょっとか。免疫活性6ポイント。ダメだ、全然上がらない。人いる。怖い怖い怖い。見つからないように自分の実家に帰りたいんだが。ヘルスしながら。
ちらがいけないな。あの人大丈夫だっけ？大丈夫か。待って、急に喋るのやめて。なんか帽子かぶってるやつだったかな、襲ってく。いた。やばい、こっち来たね。やばい。ぐるっと回るか。違う。違うから行けないよね。ダメだ。いけない。見つかってもいいから行くしかないか。時間もなくなっちゃうしね。これ子供たちのなんかじゃなかったっけ？あ、まあ、取れ。読み込みが。なんか変な BGM。出れない。やべ、焦ってきた、焦ってきたよ。あ、後ろ、牛さん、俺の牛を買ってくれ。いくらだ？300円。安いね。盗品か。君は私を怒らせた。盗まれたの役、最近は お牛よりもお金が必要。昨日は2倍に値上がり、その翌日は4倍になる。そして草原の神は、あさってどうなるか知っている。いや、うん。あなたは面白い人だ。ただの牛じゃない、幸運をもたらす。じゃあ話せるの？本当です。それは知られている。200ドル。
あ、ちょっと安くなった。置き場所がないんだよね。うん。今払えば後で持ってくるから。うん、じゃあ払おう。牛買いました。待って待って、押される。まっすぐ行くと俺の家があるんだけど。ここだ。